最近の僕らの役割分担、編集の役割分担ってあるんですけど、はい、僕がカットとかその構成とかをいろいろ、まあその無編集の動画を編集して、はい、でカットしてその最後テロップ入れとちょっと音入れをすれば終わるって状況にしてから良平に渡してやってもらって完成っていう工程をね、はい、僕らでこう分けて今やってます。まあソフトごとに分けてやってるって感じで。そうですね。で、なぜソフト、結構言われるのよ、プレミアプロだけでやっちゃえばいいのになんでファイナルカットやってんですかってあるんですけど、はい、正直なこと言いますよ。プレミアであの長い映像をこう重ね合わせたり編集すると重くて進まないのよ、うん、カク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 しちゃって。そう、私普通のカットもやっぱファイナルカットプロっていう名前なんで、そっちの方が強いかなっていう感じはします。で、そのファイナルカットプロの方でまあ映像をこうね、あの3カメとか4カメとか、まあ、重ねたりするときにまああんまりこうカクカクしないんですよ、うん、そこはそこはスムーズにできるんで、まあ、その僕らその時間限られてるっていうのがあるんで、はい、それをまあうまく時間を使ってというか効率よくできるにはって考えたらカットをファイナルカットでやって、はい、でテロップを良平がプレミアでやると、まあ、はい、映して。そう、逆にプレミアはテロップにかなり特化したとか、まあエフェクトだったりとかっていうのがかなり特化してるので、そうやって、まあ、分担をしてますね。そうですね。で、まあ、たまに、まあ、互いにどっちもやるっていう場合も稀にはあるけど、はい、基本的には良平がテロップやってくれたりして僕がカットしたりっていうのがあります。はい。で、まあ、サムネイルに関してはなんか俺の意見だとあれだから、一応良平にもやってもらう、はい、それでそこからこう改良していくっていうか、その完成させていくみたいな、はい、毎回俺が全部やっちゃうと良平もそのサムネに関してのノウハウとかそういうの、サムネってすげえ大事なんですよ。そう、それをまあなんか分からないままずっと言っちゃうってあれなんで、一応両辺にもやらしてます。はい、やらしてこういう感じってこうやらしてるんですけど、まあ OK 出ないね。まあむずいです、本当にむずいです。そう、やっぱね、あのボナールに結構教わってたんで僕も、はい、サムネに関してはなんで、そのイメージがあるから、良平とは、良平がやると全くこう違う、文字が多いとか文字が細いとか何回もやり直すっていうのがありますね。ひどい時30倍ぐらい送りますもんね。いや、ほんとすごいよ、ほんとめちゃめちゃほんとやり直しさせてますけど、でもまあこういうのがね、最終的な自分でできるサムネ作り の, その完成に向かうのかなと思って、ね、最近は俺そんなになんか言わなくなったかなっていう。まあ以前、そうっすか、1ヶ月ぐらい前に20枚ぐらいか、1ヶ月前ぐらいに20枚ぐらい送ってますよ。まあたまにふざけるじゃん。どないやのグローブがすげえふざけたじゃん、あれふざけ、ものすげえふざけたじゃん、あれ山田哲人が好きだったな。全然わかんないわかんない。まあプレミアとかファイナルカットとか僕らはそういう風に分担をしてやってます、うん、まあ今日は本当雨なんでね、こうやって部屋でゆっくりこう話せるんですけど、はい、いつもは本当にバタバタしててか、あの僕らは基本的にグラウンド取ったら撮影しようぜ何やるっていう感じでこう基本的にこう2人プラスもう2人とか1人とか撮影するんですけど、うん、僕らだけで、そうですね、できた方が本数は稼げる、効率っていうのかな。そう、本数は稼げる、はい、しかしネタ的にはやっぱコラボした方がそうですね、ね、いいっちゃいいんだけど、まあ、急遽ね、急遽入ってくるやつがいるんですよ、群馬から。急遽ね、無理やりこう入り込んでくるやつがいるんですよ。はい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 、はい、しかもあの前日とかに、あれですよね、首都高の合流のようなイメージです。そうそうそう、突然ね、現れるやつがいるんですよ、群馬から。本当にもう彼はもう4年ぐらいの中なんで、まあしょうがないんだけど、もう腐れ縁ですよ、切っても切れないですよ。はい、もう向こうさんとそのもう一人の群馬の彼は、はいはいはい、もう4、5年、4年ぐらいか、5年ぐらいの中なんで、もう腐れてますから。まあ仕方ないですけど、仕方ないなんて言い方言っちゃいけないけど、まあ、向こうさんとはもう最近会ってもないですし、ちょろ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 なんかツイッターとかでいじってくんだよな、YouTube でもいじってきたけど。まあでも一応なんか忘れないでこうね、覚えてくれてて、多少なんか感じてくれてるのかなっていうのがあるんで、まあ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 昔に比べたらね、あの良くなりましたよ、彼は。本当に、いや僕知らないですからね、まあ、まあ、本当本当これをね話したらもうキリがない。僕らでね、ショーヘイズがあるんでね、もっとゴリラがいるぞ。ショーヘイズがあるんでね、勝手に決めてますけど、はい、あの一応グラウンド取れたらどっかはなんかそういうイベント系やりたいなっていうふうに思ってて、うん、まあ
ワンチャン、なんか人数が集まり次第ですけど、はい、人数が例えば20人とか30人とか集まっちゃったら紅白戦だけど、はい、まあ、10何人とか、うん、まあ、1チームぐらいだったら大会試合やろうぜってことで、まあ、3月27日もう紅白戦で予定しましたけど、やっぱりナイターだし土曜ナイターっていうのもあるんで、人数は十何名とかなんですけど、まあ大会試合、はい、募集した頃速攻できて千葉から来てくれる。まあまあまあさすがに千葉から曜日つけたな、千葉からって。そう、土曜日のだってナイターで千葉からよ。うん、5時9時でやんのに9時に終わって終わるわけじゃん。はい、そっから千葉に帰るわけですよ。2時間すごいですよ。上使っても1時間半ですよね。そうそう、いや翌日大丈夫みたいな、野球ないですかみたいな。土曜チームなんだろうなっていうの取ればいいっすよ。まあまあ、まあ、そうですね。俺次の野球で。いやそうなんで、大会だよ。そうなんで、頑張ってください。僕は違うんで。きつ。まあそういうのもあるんで、うまくねやっていこうかなと思います。はい、まあ、あとなんだろうな、まあ、あとは、まあ、今年まだ1回ぐらいしか取材は行ってないんで、2回か、1回か。今年は1回、そうですね、女子野球1回。そうです、女子野球1回なんで、まあ、もっと増やしていきたいなっていうので、うんうん、まあ、一応もう、いくつかアポ取りとかは終わってて、うん、まあ、そういうの全部俺がやるんですよ、ほぼほぼね。そうです。全部俺がやってて、まあ、やっぱこう、なんかいろいろ今までやってきたのもあるんで、結構話が通りやすいっていう。うんうん、あるんでやってるんですけど、まあ、できればね中学野球とか、まあ、大会近いかもしれないんですけど、はい、まあ、時間がある時に呼んでもらえたらなというふうに思います。うんうん、はい、というわけで本日は、まあ、雨の日ということで、なんか久しぶりにこういろいろゆっくりとね、ゆっくりと喋ったっていう話でした。はい、この動画たまにはこの動画いいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まあ、他にねプレゼント企画もやってますんで、はい、ぜひとも、登録とコメントといろいろそれぞれの、はい、ツイッター、インスタのフォローとか、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。はい、そうです、現代グローブ欲しいです。はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします。はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。